まさみりほの YouTube のすすめ2021年12月20日。いきなり噛んですいません。やっちまった。それで今週ね、月曜が 4回あるんで、毎週月曜日やってるんで YouTube のすすめをね、やってるんですけども。まあね、まあ1回目はね、1年11ヶ月目ですよ。でも3000人突破してありがとうございますというね、やつをやったんですけどね。あと、まあいろんな出会いがあって、我が別れもありましたみたいなね。もう揉めたりもしてますよってお話ですよ。あとですね、先週ね、コメントね。はい。もう書けなくてす。もうコメント、動画見に行ってもコメント書けないですって。読めなくてす。もうコメントも読めなくてごめんなさい。本当に。本当ごめんなさい。読もうと思ってるんで、こんな正直なこと言ったらね、ダメなんですけどね。私正直なんで全部読めません。ごめんなさい。本当に。なぜならばね、一日ね、700コメントぐらいあるんですよ。700回ぐらいもって。ほぼみんながね、コメント、まあ、一人で二つやってくれたりなんかするんですけどもね。同じ人が、見るんでね、1000回とか2000回になったりするんですけど、結局 AI に1人1回ですよ、1日1人1回ですよ、みたいなルールがあって、あるかもしれないですけどな、多分減るんですよね。なんか、今日3000回回ってんなと思ったら、バーンと、減ったのみたいな。なんかね、そこら辺で AI がなんかね、視聴回数もね、なんかね、こうカットしてきてるね。すごいね、なんか、最近、CM、お一人様、一動画1回のみカウントみたいな。二回見ても一緒ですよ、みたいな。そんな感じになってきてますね。で、まあ、そのたんびにいろんなコメントくれるんで、まあ、700以上あるんですけども、とても700、1日700チェックできません。人気 YouTuber のまさがみです。いやいや、人気じゃないでしょ、まだまだって言いながら。自分で言わないと、誰も言ってくれないからさ、自分で言うのさ、言うてる間に3000になりましたからね。もう来年の春はでも5000ですからね。再来年は1万人になってるかなって感じで。いや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 。満足いやー、そうですね。もう3年目で5000人、ね。それで、4年目で1万人いきゃいいかな。今、ちょっとね、ちょうど1年11回で2年、この2年目でね、3000人突破したんで。皆さんありがとうございます。今回は何か、アンチの見分け方。これは何かだ。まさがみ的にアンチの見分け方。どこでこいつはアンチなんだって言ってるのか。ね、ひどいこと書いてる人いますよね。うん。私のこと攻撃してる人。で、私、なんか、一見野放しにしてるように見えるじゃないですか。うん。野放しにしてないし、非常に細かくチェックしております。そのアンチの見分け方、どのアンチが、私の、ね、攻撃イコール、弁護士さんから通知行くとか、法的な処置を取る、徹底的な態度を取る。で、どのアンチ、こう、どう見てもアンチしてんじゃん。でも、その人は俺の中ではアンチじゃない人の見分け方ですよ。まさがみ的に。どうなのか。これは何かっていうと、まずリアルか、リアルで攻撃してるか、リアルじゃないかですよね。こっちがアンチです。これはアンチじゃないですね。うん。リアルに何かしてきたら、これも完全に法的拒否ですよね。被害届も出します。もう出してます、いろいろと。で、リアルに来ない。ネット上だけではね、私メンタル鉄板で、普通の人はね、もうメンタルやれるんで、そういう人もこっちに入ってるんで、私の場合ね、入らないんですよ。あと、例えば、私のことについて、アンチライブをする人結構います。アンチ動画とかね。動画を出した時に、このアンチライブとか、アンチ動画を出した人はどっちに行くんだって。基本的にこっちです。YouTuber、ネタですから。本当に。私のこともボロカス言ってる人いるじゃないですか。クソみそに、まさがみの野郎が、みたいなこと、全部ネタですから。皆さん気をつけて、打ち合わせない、打ち合わせなしね、当然。そんな打ち合わせなんかしてる今お互いいないんで、打ち合わせなしのネタです。これは YouTube やってる以上、こういうことあるっていうのは分かっとかなきゃいけないです。だから、あることないことを言うか、ないことないことを言うてます、だから。だって、多分見た人、まさがみちゃんそんなことしないよねっていうことを結構言ってると思うんですよ。ライブや動画の中で。ネタですから、これ。もうネタなの。で、どうなるかっていうと、ライブをした方も、私ネタにされた方も、一時的に、みんな見に来るんですよ。それで、あまりにも、ひどかったら、内容がひどかったら、二人とも減るんですよ。でも、アンチだけど、ね、やっぱり面白い、なんか面白おかしくやってるよって上がるんですよ。当然、私の評価も上がるんですよ。アンチの、このアンチ動画のやり方ですよね。うん。いや、同じように、
あの、私がこのね、アンチじゃないって思ってる、私のアンチ動画やライブをしてる人でも、ですね、この人に関しては私、アンチと思ってないんで、今のところね、実害がないんで、リアルに、例えばこれ、リアルに被害が出ましたってなったら、被害が出たら行きますよ。遠慮なく。ログってますからね。私の悪口を言ったり、コメント書いたりしたら全部私証拠残してるんで、いざという時のために。保留でも俺の中では今アンチじゃないですよって、セーフな方ですよって感じですね。それで、あまりにもひどかったらやっぱりね、どんどんエスカレートするじゃないか、人間って悪口言い出したらガン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 。それで、こうね、なるとね、まあその人の評価も登録数も下がるし、私の登録者も評価も下がるんですよ。多い時に200人ぐらい削られましたね。びっくりしたよ、200人だから私仕事が不規則なんで、寝る時間がまちまちなんで、私が寝る時間にやってて、なおかつアーカイブ残してなかったら、私確認できないんですよね。会ったことすらわかんない男ですからね。で、その中でこう200人減ったら、うわ、なんかあったんだよなーって来たら、もういろんな方からメールが来るんですよ。大丈夫だ。まさがみちゃん攻撃されてたよとか、こんなこと言われてたよって。で、見に行ったアーカイブないんですよ。でもネタだろうなと思って。まあ、数字取れたらいいかな。お互いに。って感じですけども。あまりにもちょっとね、しつこかったり、えぐかったり、ちょっとお互いに損するんで、ほどほど面白おかしくね。うん。もう、ネタとしてやる方がいい。同じアンチでも。いやいやいや、もうね、まさがみちゃんまたやったの。何やったかって、こんなことまさがみちゃんしたら、もう、しょうがねえな。俺いつも言ってあげてんのよっていうぐらいのレベル。ね。それを、まさがみのやるわな。あいつはもう本当にって言い出すとね、これ多分評価下がるんで、もうこれぐらいのノリね。いや、まさがみまたやっちまってさ、もう、しょうがねえな、もう。もう何回言ったらわかるの、この老害のじじいがこの野郎。もうこれぐらいのね、これぐらいのノリだとね、お互いの評価があるんで、これアンチの動画とかアンチのライブやってるから、このレベルにしといてくださいね。それを思いっきり言っちゃうと、お互い損するから。お互い減るからね。やめといて。減るの、例えば、3000数百人いるから、まあ、3000人切ることないけど、3000人ギリギリの時にやられてさ、本当に、3000人突破って2800人、嘘みたいな。ほんなら、やっぱり抜けた人が、やっぱりまさがみちゃんって変わってないよねって戻ってきてくれるんだよ。だから、回復する、これ必ず回復する数字なんですけどね。たまにね、これ実感がかかる時あるのよ。2週間経っても回復しない時あるの。で、増えてる分だから、本当はなんか、この時点で3400いっとかなきゃいけないのに、この分がマイナスだから、まあ3200かな、みたいな。3100まで落ちちゃって、みたいな。3200かな、ほな。もうそこら辺をうろうろしてるって。そんな感じですかね。まあそんな感じですよ。私のアンチの見分け方っていうのは。アンチの見分け方っていうのは、本当にリアルに、その私が、訴えることを考えているのか。それとも、まあ、ネタでしょって、数字欲しいんでしょ。YouTuber だから分かります。ネタ切れてくるの。だからこれはね、OK ですよね。ただあまりにもひどい場合、人を傷つけるとかね。まさがみちゃんはそんな傷つかないんですよ。まさがみちゃんのファンがね、こんなおっちゃんでもね、ファンがいてね、まさがみちゃん大好きな人がいるわけよ。こんなおっちゃん応援してくれていつもありがとうございます。そういう人たちがね、嫌な思いするのはちょっとやめておいた方がいいかな。なんとなく、最後まで見てね、ライブとか動画見て、あ、これネタでやってんだって思うぐらいのレベルにしていた方が、絶対安全です。はい。安全圏でやっていただきたいなと思います。今のところ大体ほとんどの人がセーフですし、私が見に行ったらアーカイブ消してるっていうことは、あと、引きずらないんでね。私がそれを見たら、もう、そこまで言うみたいな。いやー、俺も有名になっちゃったーってまた、なんか調子乗るかわかんないですけど。そんな感じで、アンチの、私の見分け方はこんな感じですね。要は、リアルに、被害があるかどうか。これですよね。うん。だから、この登録者が減る、一時的に減るっていうのは回復するんで、リアルな、被害には、私の中では入ってないのかなって、感じになってるんで、どうなんでしょうかね。はい、ということで。まあ、今日はこれぐらいにしとこうかな。はい、ということでね。はい、見分け方としてはどういうことかというとですね。リアルかどうか。リアルにね。リアルかどうかですよ。リアルに
に被害が出るかどうかで見分けをつけております。ということで、いかがだったでしょうか？それでは皆さん、なんかアンチの見分け方で YouTube のすすめとか言ったらおかしいかもしれませんけど、まさふりょうの YouTube のすすめでした。それでは皆さん、来週会いましょう。さようなら。